皆さん、こんにちは、霊夢だよ。皆様、こんにちは、そしてこんばんは、マリサだぜ。あれ、今回は、進化論の何が問題か、シリーズなんだね。今回は、進化、という言葉で捉えている内容について、改めて考えてみたいと思うのぜ。内容？小進化か大進化かといったテーマに近いんだが、生物の何の変化を進化と捉えるかということだね。どのくらい変わったら進化って呼べるの？といったテーマかな。それでは、ゆっくりしていってね。初めて合わせて照れる二人であった。以前、殺虫剤の使用によって、害虫が抵抗性を獲得したことを進化としている本があったのぜ。小進化って、同じ集団内に生じる遺伝的変化のことを指すので、それでもいいんじゃないの？うん、それはそうなんだ。何よ、ミニトマトの皮が口外にくっついたような言い方。以前、東京の埋め立て地で大発生したイエバユに、殺虫剤を散布しているうち殺虫剤が効かない系統が出てきたとか。今の子に、夢の島って言ってもわからないのね。それは、ハエの表皮が厚くなったり、解毒酵素が強くなったり、神経が鈍感になった個体が選抜されて残ったという話だね。その形質が子孫に遺伝して広まるのね。そうした形質は、もともと持っていた個体変異なのか、突然変異なのか、ハエが強くなりたいと思って変化したのか、わからないけど、とりあえず最後のはケチョンケチョンに小馬鹿にしつつ、個体変異の分布が変化したことで進化したとする。この場合は、人為選択ね。人が殺虫剤を撒いたのだから、人為だけど、意図して選抜したのではないので人為とも言い難い。自然界でも、昆虫にとって有毒だったり食べにくい物質を持つ植物はあるわけで、それに対して、昆虫が見せる進化と同じように考えているんだろうね。このレベルの進化は、自然界でも起きていると考えて良いのね。このレベル、マリサ、メガグラトニンに。確かに、マラリア原虫が増殖しにくいので、マラリア発症地では釜状赤血球を持った人の割合が多いとか、一時期、進化の実証と鬼の首を取ったように説明されていた、大霜降り枝尺の紅葉暗化とか、実際、あるでしょうよ。ものの本には、このが脇の幹に止まらないのに虫ピンで刺して写真を撮ったとか、やらせ疑惑があったり、幼虫時代巣のついた葉を食べた成虫の羽が黒くなるという、生理反応だったのでは、と疑われたりしたようね。それで燃料の変化などで地類が復活すると、白い羽のがの割合が戻ったということだ。これは進化の話なの。まあ、小進化を進化とするなら、いいじゃないの。わかったのぜ。それで、グラント夫妻によるガラパゴスフィンチの観察で、干ばつによって餌の種が硬く大きなものになると、フィンチのくちばしが大きくなったという事例も、自然選択説の証拠として挙げられるようになったのぜ。これも、島に長雨が続くと、獅子のサイズは小さくなり、フィンチのくちばしも小さくなったという話ね。小さくなったという言い方は嫌われるので、くちばしの小さな個体が次世代を残す率が高く、その性質、遺伝子が、集団内に広まったと脳内変換しておこう。今挙げた、抵抗性や釜状赤血球、枝尺、フィンチの例は、どれも種の壁を越えていない。種内の変動だね。これが進化なの？まあ、小進化を進化とするなら、いいじゃないの。いやあ。マリサ、カルシウム取ろう。進化論者は、このレベルの進化でもって、種が誕生しつつある証拠とのたまうのだよ。一鳥橋の戦いで勝ったからといって、佐竹義重が天下人になるっていうのかい。ずず。ふう、日本茶はいいね。あなたの言いたいことはよくわかる。あ、今西さん役のカゲロウちゃん。やっぱり宇治茶だよね。お約束だけどそっちかーい。私は狭山茶。お前の言うことなんかさっぱりわからん。やめてー。あなたの言いたいことは死という単位の問題に関わってくるのだね。死という確固たる実在に目を背けてはいけないのであって、進化論はその種の起源を問わなくてはいけないのだよ。ちょーと待った。何気にヒゲじいの登場期に言ってるでしょ。私には種は特別の意味を持ったものには思えないね。これなんだ。大紋白蝶かな。ブブー、紋白蝶でした。なんだって仲良しかよ。ダーウィンさんも種名を言っているやないか。まあ便宜上そうだけど、自然選択によって小さな変化が積み重なってだね、区別できるようになった集団の過小だね。進化はあくまでも個体に生じるものだ。種が変わるんぜ。個体。種。こらそこの赤いリボン、お前、どっちやねん。目玉焼きには、塩。よかったよかった。まあ、その辺は、今西金次の進化論シリーズが始まったので、ぜひ、そちらで展開してほしいのぜ。やっぱり英国丸丼の塩に限るな。やめて。せいがにゃんにゃん。わあ。帰るわよ。お邪魔しました。まあ、個体変異の蓄積で、どの時点で種が分岐するかというところは重要なところだね。離島になったりなど、交流が分断されて、種が分岐するというのは起きてきたでしょうよ。
飛べない昆虫など、もっとローカルなところで、交流は分断され、交雑は隔離されるわな。それでこのチャンネルでも紹介したことがあるけど、マイマイカブリやトノサマガエルの文化のことね。数千万年から数百万年、数十万年かけて種は分岐しているけど、形態はそれほどは変わっていなかったのよね。愛知県周辺の水生昆虫ヒメタイコウチは、ミトコンドリア遺伝子の一部が地域によって変化しているようだけど、500万年かけて、おそらく形質には現れない、中立的な進化しかしていないのではないかしら。殺虫剤抵抗性の獲得や、枝尺やフィンチの小進化が積み重なって、仮に種の壁を越えるような進化が起きるとしよう。仮説だよね。それで数万から数千万年の時代を経たとしてもだね。同じ法則で、本当にネズミのような祖先種から、様々な哺乳類が進化したと言えるのか、と聞いてみたいものだよ。個体や遺伝子の変化が進化だと考えていると、それしかメカニズムが考えられんようになるんやろうな。種というのは、標本の中にもゲノム情報の中にもなく、生物の世界の中に、生態系のシステムの中にあるんや。進化する主体が見えんかったら、いつまで経っても議論は平行線だろうな。ケイマの動きは、コマの材質、杉やら樹脂の中にあるんではなく、目には見えない将棋のルールの中にあるってことやな。まあ、僕の紹介の時にまた呼ばれますよって、お邪魔しました。ありがとうございます。さっきは日本のマイマイカブリで、今度は世界のオサムシの仲間の系統図ね。この手の研究は分子系統学が非常によく解明しているのぜ。しかし、恐竜が滅んで約6600万年、哺乳類は数限りない種を生み出してきたが、それと比べて、6000万年、オサムシの進化は、マイナーチェンジしかしていないように見えるのぜ。マニア以外の人の目で見ての話ね。南米大陸とオーストラリア大陸が分かれ、各大陸で、オサムシは変わりたくなくても変わらざるを得なかった。その法則が自然選択とは言えないだろうか。そして、それとは別の変異法則があっても良いというのがマリサの意見ね。そういう法則があるかもしれないという考えと、そういう法則は、もう絶対に考えてはいけないという考えとには、自覚なき壁がそびえているのぜ。はい、では今回はこんなところで終わりたいと思います。ずず。あ、マリサ、言いそびれたけど、それセンブリじゃね。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ずず。どうやらセンブリ茶に抵抗性があったのぜ。